バディさんの豚キムチはめちゃくちゃ美味しいんで、みんな食べようぜ。じゃあ今日はよろしくお願いします。これで終わりにしようぜ。はしゃぎすぎた後しらけちまう。火遊びみたいに抱き合って締めるならいいね。優しさも、優しさもないほうがマシさ。笑顔見せてよ。バイバイ足で冷めすぎた罪なやつ。今日も最後までよろしくお願いします。どこを探しても探し物が全く見つからない。眩しすぎて目がくらんでいるからさ、あいつと僕との間にある時計が未だにカシ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 って言っている。しかも何度も閉めたはずのドアがほらまた開きっぱなしになってるじゃないか。あいつら歩いて覚えてきたことだっていつだって走って忘れてきたんだよな。行ってみたいな。ああ闇の中へ行ってみたいな。ああ闇の中へ行ってみたいな。ああ闇の中へ行ってみたいな。平和は哲学から好きなことだけを注視する若さで生きるということだと気づいたんだ。あれから僕は何かに飛びつかれたように、欲があるバンドばっかりの夢中になっている。カレンダーを燃やして今もただ楽しいところにたどり着いたところ、僕は気づいてしまった。ゴミって捨てるんじゃない、ゴミって燃やすもんなんだということに。Yeah.
この後ゲートも出ますんでよろしくお願いします。マティさんにそう言われることが本当に嬉しいです。